取れてますか。あ、これ今おすすめ、はい、させていただいたこのヒーローシリーズ。ヒーローシリーズかっこいいですね。カーグですね。はい。いやいや、でも十分かっこいいです。十分かっこいいですね。このメガネだと説得力ないというふうに言われて、これもでも本当お似合いなんですよね。いや、本当ですか。でも全然説得力ない。もう鼻パッド作れるんですよ。ね、これだったらね、いいよね。ね、すごいな。これ青バージョンあります。あ、色の。ええ、もうちょっと落ち着いてるんですよ。赤ぐらいでもいいですけどね。そっちの方が落ち着きますね。でも赤の方がこの色が違ってるのが分かりやすい。そう、それは青と黒だから、うん、あ、そうだね。ね、このなんか一瞬間違えちゃった狙いの的な感じ、いいお母さんと飲むしかいないな。そう、それいいですね。やっぱ 赤、うん、しかも似合うかもしれない。赤好きだから。すごい。あ、なんかね、ちょっと似合ってる。でもこれね、すごいね。いいじゃないですか。ない、ね、ない、ね、ない、ないですよね。メガネペア、メガネペア、あ、これかっこいいんじゃないですか。うん、本当になのか。だけど別にレンズ入れなくてこれでコンタクトでこれであるっていうのもまたあるんだ。そうそうそう、サングラスにして、うん、要は UV カットを入れるだけで大丈夫なんで、うん、5000円ぐらいのメガネ入れて、あとこれも、これは結構見え出すかも。同じラインだけど、これなんか面白いな。ちょっといいですか、こっち向いていただいて、はいはい。これ好きだな。見られてるのは何だろう、これ試されてるのか。いろいろと試されてる気がする。見えないもの投資されてそう。そうそうそう、さっきのこのフランス、フランスという言葉に負けたかもしれない。あ、じゃあちょっと待ってよ、これ。あ、これですね。意外にあれですね、なんかレンズちっちゃいからこの辺がもう全然見えないのかなと思って、結構カバーされるものなんですね。そうですよ、そ、ま、目の真ん中だけ撮ってるんで、いいとこ撮りしてるんですよ。あるですよ、うん、でしょ、うん、銀座店一番人気のブランドです。ノーバーです。ノーバーです。かっこいいですね。銀座のタマチャです。間違いなく売れます。で、足元はトリッカーズですね。はい、あとアペセで全部合わせます。アペセで、あ、いいですね。じゃあいつも通り ABC ラーメンに行きます。今から銀座のたまちゃんです。はい。今日はお客様もいらっしゃいましたので、今からですね、銀座のエルメスさんの上にギャラリーがあるっていうことなんで、そこをちょっとだけ覗いて入ります。エルメスです。エルメスの展示